なんて可愛い顔してる。可愛い顔してる。どうしようかな。入れて。入る？入る？ちょっと待って。お座り。あ、じゃあお座り。お座り。お座り。あ、かしこ、待て。待て。パパと遊んどったんちゃうの。あ、カショ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 カ。雨降ってきたな、お兄ちゃん。やっぱ雷とかどうなん？雷とか雨とかどうなん？これタオルしようか、お兄ちゃん。はい、タオルシャバシャバシャショカンとおしっこ臭いで。はい、どうぞ。ボディタオル、はい。うん？ボディタオルする？ボディタオル。タオル。ふきふきする？うん？あ、これこれ。ふきふき、はい。ふきふきしてないんちゃうか？あんた臭いで。臭いで体が。おしっこ臭いで。はい。頑張って。あ、取れた。取れたな。取れたな。え、待っといで。ふきふきしたら、待っといで。ボディタオル持っといで。うん？次？次？次ママ何出す？ボディタオルの次これやな。これやな。これ。ハサミ危ないついてませんよ。あら、バリュー。ブラシついてませんよ。体拭き拭きしようか。これかな。違うかな。
バイ。バイバイ。バイバイ。もうでも一瞬でなくなるもん。ちょっともらったな今俺ちゃんのご飯。美味しかった。美味しかったって。はいご飯。はいトッピングやって。はい。コロちゃん美味しい。美味しい。コロちゃんさっきからいらん言って。はい。おいで。おいで。子犬猫なんか食えるか。コロちゃんおいで。これこれこれ。これこの間もらったで。美味しい。ほら。美味しい。いらん。いらん。はいご飯でもらおう。いらんの。これ美味しいやつやほら。いらんっていう。これ美味しいね。キャベツとかの方がええんかな、こっちゃん。こっちゃんあかんの。俺の食いですか。あ、ほら、パパから。パパからやったら食べるか。あ、パパからやったら食べる。何やろな、遠慮してんのかな。どういうこと。どういうこと。どういうこと。はい、キャベツ。こっちゃん、キャベツはいる。キャベツいるか。これちゃんキャベツ、はい。キャベツは食べる。かわいい。かわいいな。よいしょ。あれやな、コロスケも。あそこがあかんかって合わさんかったら静かやな、うん、な一回でも見たらうるさなんだな、うん、お湯ができるこれでやる、うん、なんでね、俺さんご飯の時間やからねやっぱご飯飲んで怖く食べてきたんか、うん、ちゃんと食べてたそうやな体重とか測ってからの方がいい、うんうん、あ、体重測りたい、ね、ご飯とかやってる時に、うん、この中入るので、やっぱり体重とかやってる、うん、おばちゃんの鳴き声が聞こえた、キュウちゃん言うとるな、ご飯の時間やね、この前とかどうやってキュウちゃんに言ってるの、うんうん、角度この上左を半端なんか言ってた、パパ嬉しそうやった嬉しそう、めっちゃ嬉しそうに耳なくなって全身でなこうパッタパッタしながらおもちゃを探すよコロちゃん、今ね、俺をね、ご飯中。ね。ね。もう会いたいって。会いたいんだけどな、あんた。コロちゃん、ここ。ママのうち。聞こえた？気になる。8時ぐらいが多いかな。うん、いつもそうやってん。思い出すやろ。あと仕事の時なんか8時ぐらいやったやろ。仕事の時はもう筋になる時から帰ってきた。トイレトレーニング中に琥珀。珍しくママトイレトレーニングしてる。俺ちゃん。琥珀はな、ちゃんとトイレでしてたな、あんた小屋に入って。上手やったな、この琥珀はな、赤ちゃんの時から。ちゃんと自分でトイレ入ってすんねんな、あんた感じこくんした。あれ、子さんやった、あんたは。ただあれやな、トイレちっちゃい時はな、違うとこにしちゃったりしてな。で、大きいトイレに変えたってな。それで未だに大きいトイレのまま。500、懐かしいな。やっぱ一人っ子やから、トレーニングできるんやな。で、コロスケはもうほったらかしの二人目やから、うちらが管理できひん。かわいそうなもんやな。けど、こって覚える気なかったよ。頑張っとったよな、一時な、ママも。全く。全然、なんていうの。聞かんかった。そうや。うんちもいろんなとこして。もうええわって。もう諦めたな。もう10ヶ月で。もうこの子はええわって。かわいければいいわって。オレオはな、マーキングはすんねん。ちょっとその辺がコロスケに似てる。マーキングやもんな。もうその子その子の個性やな。それで片付けましょう。ね。
個性で片付けましょう。かわいいですよ。みんなかわいいですよ。みんな子供ですよ。ね。もう犬は3歳からがかわいいです。よかったな。こっちが言ってること分かってくれるからさ。小肌あっこできたからしんどいって小肌あっこできたんここまであんた甘えたさんなんてしんどいよと姉ちゃんに言ったら抱っこしてくれるの姉ちゃん散歩中よかったねけどここ2日ぐらい昨日今日と散歩しないポーチ拗ねてんの動かんくなる動かんくなるからもう置いてったり、うん、今日はもう休憩で一緒に待った歩くまで、うん、そうなあんたもわがままたれですね。あら、甘えたさんで。ああ、雷の時一緒に寝てもらってよかったね。かわいい。かわいい。昨日も一緒に寝たんちゃうか。姉ちゃんは寝れるん一緒に。なんかもう最近慣れた。慣れてきた。爆睡しとる。いや、たまに蹴ってまうもんな。この足元で寝るからさ。毛布がずれてたりしたら毛布の位置直そうと思うやん。それ足動かしたところにちょうどおんねん。そば逃げろ、この角。怖いね。それが。タイミング悪くある。ちょっとすぐ上がるわ。今、ゲージに入ってんの？うん。うんうん。そらな。抱っこで。そうする。もうゲージ越しにしよっか。あ、ちゃんおいで。嬉しい嬉しい嬉しい。吠えたらあかん。琥珀はね。琥珀はまだ大丈夫。無理させたら怒る。だから知らんぷりしといたら。はい。知らんぷりしといたら。琥珀待ってみて。まあちょっとほっといたら。琥ちゃん、奥から見たらええやん。うん、外行ってや。ここで先取ってや、コハ。いろいろ確かめてる。おもちゃがいっぱいあるから。そうだ。いいよ、コハ遊んで。私のおもちゃや。おもちゃん、出られへん。俺の出たいん。パパにお願いしとく。コハとは出て遊んでもいいやん。いや、コハが逃げるわ。あ、逃げるけどな。で、追い詰められた子は噛むわ。うん、あかん。追い詰められた。うん、こないだみたいな。もう、こっちゃん。いっぱいな、マーキングしとうね、俺ちゃんが子は。いろんなとこが匂いついてるやろ。俺ちゃん、マーキングするんやで。確かめてんの。確かめてんの。俺ちゃんのマーキング。匂うやろ。ああ、おしっこしてるの。あかんで。ごはん、あかんで。あかんで。あ、おしっこしてる。
トイレでやって、トイレでやって、トイレな、トイレそこ、トイレな、そこ、そこやったらいいよ、おしっこ、そこと、心配するよ、琥珀が、コロちゃんは。賢いやん、琥珀。状況判断。えらい、琥珀。ラスト、えらいやん。わかった。匂ってきた？匂ってきた？コロちゃんのそば行っていいねんで、挨拶してきて、コロちゃんに挨拶してきてね、こんにちはって、行かない、こんにちはっていいねんで、行っていいよ、行っていいよ、こんにちは、行かない、行かないの、なんかママとかくる、なんかする、あーかせーか、おいでおいで、ちょっと来るの、あなたと来る、ここがいい、あかんあかんな、せっかくご飯寝てたのに、びっくりしたな、こんちゃん邪魔やな、今熟睡しとった、ご飯飛んでいって思ったな、あ今爆睡しとった、びっくりしたな、
今日あー品切れや。あ、この前ゆめちゃん見た時もなかった。うん、早いね。朝行ったらどうなの。そうなの、売り場自体がなかったあ、マジでこの前売り場はあって品物がなかった、うん。嬉しい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 。サバは入れてくる。入れた、一番下な、そこな、うん、チンして。で、カパとメルに入れて。うんうんうん、入れてよ。キウイはええんか、持って帰らんて。キャベツは。挨拶来た。もうくるくる回ってたらどうしたらいいね。くるくる回ってるね。どうしようかな。書き納めやな。な、コロちゃん書き納めやな。パパが書き納め。コロちゃんも書いておる。いつも琥珀がおるからこっちが2回目に。あ、そうか。琥珀に取られてるんやね。琥珀は長女やから。行くな、だからもうちょっとやってもらってから行くか。姉ちゃんの準備ができたら言うてね。できたって。姉ちゃん準備できたって。コロちゃん、姉ちゃん準備できたって。姉ちゃんとこ行くか。やばいな、パパにもせえへん。だからパパのことはボスやもんね。多分そういうことやな。うんうんうん。姉ちゃんはもう女の人っていう認識なんだな。また遊びにおいで。パパもまた行けたとき行くわな。また遊んでね。気をつけて。